百花繚乱スターダム真夏の最強女子決定戦ファイブスターグランプリ2021開催中。豪華絢爛を極めしメンバーが2ブロックに分かれシングルの頂点を争うリーグ戦。全国つつ裏裏好カードが目白押し。チケットはピア公式ホームページをご確認ください。きらめく汗と輝く5つ星を会場で体感せよ。私がいなくなってからのスターダム、生え抜き選手よりも外から入ってきた選手の方の活躍が大きくて、私は正直悔しいです。生え抜き選手ってこんなもんでしたっけ。まゆさん、悔しくないですか。とりあえず久しぶりだね。でもこのリング最後の最後、葉月お前はスターダムに文句を言っていなくなった。でこのリングにまた戻ってきた。それはまた文句を言いに来るためだけですか。それとも他にこのリングでやり残したことがあるんですか。なぜ今日今ここに戻ってきたか。いや戻って完全に戻ってきてはないけど、このリングに上がっている以上はいろんな覚悟あるんでしょうけど、いろいろ言いたいことあるけど、まずは葉月の意見ちゃんと聞かせてもらいたい。まあ引退の話題になりますよね。それは、まあ、批判されるのも認められるのも皆さんの自由なので、私には何を言ってもらっても構いません。ただなぜ今日私がこのリングに立っているのか、それは今のスターダムに刺激を与えに来ました。現状を打破したい勇気ある人、名乗り上げてきてくれるの待ってます。それではまた。
ああ、本当にスターダム、いろんなことありすぎでしょ。ありすぎだよ、いろんなこと。ああ、でも、葉月がこのリングに上がった、いろんな未来の第一歩だと自分は思います。皆さんも葉月が帰るときに大勢の拍手をした、それだけ葉月に期待があるってことだと思います。まあ、ただ文句言いに来ただけじゃないだろうから、まあ、この先ワクワクしたいと思います。本日はありがとうございました。最初、そりゃ引退の話題になるのは分かってたことです。あれはあの時の気持ちそのまんまです。ただ今の気持ちは、生え抜きってこんなもんだったのかなって、自分がいた時は違うかったなって、悔しくないのかなって、まあそう思っている選手はいるんじゃないんですか。他にも本当にリング上で言った通り、現状を打破したい人がいるなら待ってます。それだけです。覚悟があって今日このリングに立ったので、まあお客さんも選手も、まあなんだろう、ありえないって思う人もいれば、戻ってきてくれてありがとうって思う人もいるだろうけど、本当にそれは何を思ってもらっても、自分に何を言ってもらっても構いません。もう好きに言ってください。ただ私がスターダムのリングに上がった以上、面白くなることは間違いないんじゃないですか。まあ気持ち的にはもう今日にでも上がりたいぐらいの気持ちなんですけれども、まあもう少し時間をもらって、バッチリ体を整えて、プロとしてしっかりリングに上がりたいと思ってます。あの試合のことは吹っ飛んだ、うん、とりあえずなんだろう、レディーの印象はこのなんか初めて見た、今日初めて出したのかわからないけど、これがすごいインパクトすごかったっていうのしか覚えてない。あとはもう葉月に全部持っていかれた。でもこのリング、このリングからいなくなるとき、葉月は多分相当な覚悟があったと思う。でこのリングに戻ってくるっていうことも相当な覚悟があるんだと思う。でも今日はそれを明確には分からなかった。とりあえず自分たちは飼い犬、外から来た人たちに何か言ってたけど、もう葉月が現れたっていうことだけで頭がいっぱいいっぱい、もう全部すとんだ、わかんない、はあ、どこのユニットに入るのか、一匹狼なのかわかんないですけど、まあ自分にとっては嬉しい再会かな、まあはい、詳しくは試合を見てください。ありがとうございました。百花繚乱、スターダム真夏の最強女子決定戦5スターグランプリ2021開催中。豪華絢爛を極めしメンバーが2ブロックに分かれ、シングルの頂点を争うリーグ戦、全国津々浦々好カードが目白押し。チケットはピア公式ホームページをご確認ください。きらめく汗と
輝く五つ星を会場で体感。